来週は武田鉄矢さんがゲストに来てくださるということで、あんたが大将、あんたが大将、あんたが大将、あんたが天狗、大将。田倉さんと哲也さん、ラジオでは22年ぶりそうですよ。あのね、ラジオではそうらしいですけど、はい、僕も記憶にないんですが、はい、ラジオでの記憶なんかあんまないんですよ、はい、ないんですが、あのね、ステージでね、はい、1985年にやったんですが、その翌年にね、はい、ぐらいにね、軽井沢でね、はい、俺と哲也と森山良子っていうコンサートがあったんだ。すごいですね。これは例のあの金子陽明が仕掛けたコンサートで。なるほど、うん、へえ。それに俺軽井沢に行けるって言うんで、はい、あの遊びに行こうと思って、遊びついでにおいでよって言われて、はい、行ったらちょうどね、はい、紀子様とあの秋篠宮殿下がね、はい、デートされてる時期で軽井沢で。へえ。それで2人でテニスをなさってるところをですね、はい、私たちみんなでね拝見し、カメラに収めた記憶があら軽井沢で。あ、そうですか。皇室をかけたのは初めてですよ、俺も。そうですよね、あんまりそういう機会ないですもんね。それ、軽井沢でやったコンサートがあって、その時に哲也と一緒だったの。で、海援隊ですか。いや、哲也です。武田哲也で。え、田倉さんもバンドで出たんですか。俺一人でギター一本でやったんです。あら。で、アルバイトで行ったようなもんでしたね。軽井沢に。だから、とにかく金子陽明から、涼子ちゃんと哲也が出たんだけど、ちょっと遊びに来ない、田倉って言われて、遊びに来ればいいよって言って、そんな、大々的に俺が出るって言わなきゃいいよっていうような感じで行ったんです。ああそうなんですね、ちょっとゲストのような感じで、はいはい、ちょこっと出て3曲ぐらい歌って、そんなことがあったんですか。それを覚えてますね、80年代ですね、うん、でもそれ80年代です。なるほど、うん、まあラジオでは22年ぶりということで、まあ、ヤッコがまたラテランに書きそうです。これを書くなって今言っとかなきゃ。もしラテランに拓郎哲也再会とか、拓郎哲也和解とか若いも何もやってくる。すぐ若いとか書くから、そういうことを書いたら涙の再会、ここ、涙の再会とか拓郎哲也に土下座すとか、わけわかんない。そういうことを拓郎哲也に謝罪とかさ、何を謝罪、なんか人を読むようなことを書きやがったらこの野郎。